1、2。はい、Welcome to the Ramen World。Thank you, thank you。今日はおこげご飯を使って天津飯を作ります。まずチーズとご飯とラーメンの麺でおこげご飯を作ります。そしてその上に卵丼ですね。天津飯の天津を上に乗せます。この甘酸っぱい天津と下のカリカリしたおこげご飯がバッチリ合います。あくまでもラーメンのパウダーを使って天津飯を作ります。普通の作り方の天津飯は天津飯でいいけども、ラーメンのヌードルと粉を使った天津飯というのは世の中にないと思います。なるべく世の中にないようなラーメンを作ってみたいと思います。もし興味があれば作ってみてください。じゃあ作ってみましょう。まず水を用意します。この水はただこの塩ラーメンの麺を茹でるためだけの水です。別に測らなくていいです。でこの中からこれとこれを取り出します。はい、お湯が沸騰しました。じゃあこれを入れます。はい、湯を、はい、麺を作ります。じゃあこの麺にご飯を入れます。冷たいご飯でも何でもいいです。チーズを入れます。そしてこれでごちゃごちゃ混ぜます。まずオイルを入れます。火をつけます。まず中火ですね。そしてこれを全部入れます。全部入れます。そして形を整えます。お好み焼きみたいな形ですね。お好み焼きみたいな。これを、中火でやります。蓋を取ってみます。はい、ここら辺が黒くなってきました。そしてちょっとチェックします。どう、アイちゃん、黒い？うん、焼けてる？焼けてる。周りが黒くなれば多分焼けてます。だからちょっとチェックします。はい、じゃあこれを移します。こういうふうになってます。このカリカリが後で美味しいんです。じゃあまず酒を入れます。酒、酒のアルコールをちょっと先に飛ばします。そして次に水を入れます。砂糖を入れます。そしてこの中に塩タレを、はい、入れます。塩タレを入れます。全部入れます。オイスターソースをだいたい 4g から 5g 入れます。そしてその間に 15g の片栗粉、 15g のお水入れます。これをよくかき混ぜます。そしてこの中に最後に入れます。酢は最後です。あんまり早く入れると酢の美味しさが逃げていきます。だから酢は最後です。そして酢を入れます。そしてこの中に片栗粉を入れます。その時は一回止めてください。あったかいまんま入れると固まります。だからまず止めて、
その中に少し入れて、少しとろみが出てきました。これでいいです。最後に一回火を通した方がいいです。これで出来上がり、ソースの出来上がりです。卵を3つ入れます。そしてカニカマをほぐします。おこげご飯を切ります。1、2、3、小さく1、2、3、4。じゃあこれを混ぜます。はい、卵を焼くときはいつもよりもちょっと多めです。多めの油、そっちの方がふわっとなります。これをよく混ぜます。よく混ぜます。で、これがフライパンがよく温まったら、こうやって飛び跳ねるようになったら大丈夫です。ふわっといきます。もう肝心な点はとろりとさせること。とろりと焼くというよりもとろりとさせる。もうこれでいいです。これでとろり、とても大切なところはとろりとさせる、これです。出ます。ここにたっぷりのソースをかけます。好きならばネギを加えてもいいです。ダブルネギ、少しでも栄養があるように。ごま。はい、完成です。So guys、 できました。おこげご飯天津飯です。うまそう。うまそう。すごいトロトロ感が。トロトロ感があって。すごいですね。卵がふわふわよね。うん。で、おこげがほらカリカリしてるから、今のうちの早く食べましょう。食べましょう。これふわふわとねカリカリの相性がいいと思うよ、アイちゃん。うん。ほらチーズが溶けてる。すごいいい匂い。いただきます。うん。うん。うわ、おいしい。うまい。めっちゃトロトロしてる。おいしい。美味しい思ったよ、すごい、うん、サクサクしたあのおこげご飯とトロトロした天津飯。でもどうしたら、なんかソースと一緒に食べたらめっちゃ美味しくなって、卵も美味しくて、まあ美味しいです。カニの味も美味しいですね、うん、トロトロ感がすごいたまんないです。ふわふわの卵にサクサクのおこげご飯があって、うん、それから天津飯のソースでしょ、うん、これうまいよ。美味しい、うん、チーズも美味しい。おこげご飯に噛んでる時にチーズの味が広がって美味しいです。これどんどん食っちゃう。うん、いくちゃう。本当に塩ラーメンで天津飯作るのって考えたこともないですもん。でも、うん、美味しいから本当に不思議です。そうだね、本当にこんなに美味しく作れるから。それに塩ラーメンですよ、インスタントラーメン。うん、そう、インスタントラーメンでそういろいろこう作れるってことがすごいと思いますよ。いろいろ可能性を、はい、可能性がありますからね、天津飯では卵が一番命です。卵がトロトロじゃないと美味しくないので、卵を絶対にトロトロにしてください。さっきのビデオを見ればできると思います。卵はトロトロだから本当に美味しいんですよ、うん、中華料理の中でも本当に卵の作り方が本当に珍しくて、本当にこうトロトロしてる中でさらにその上から天津飯のソース、トロトロのソースがあるから、うん、
それが美味しいんですよ、うん、それが美味しい、本当に美味しい。ソースの方もね、そのコーンスターチと片栗粉と、水の分量を気をつけながら、なるべくそのペースト状にならないような感じで、うん、ソースが美味しい。ソースと卵と全部がちゃんとバランスしてるから、うん、おこげご飯がびっくりした、ね、ご飯じゃなくておこげご飯、おこげご飯でラーメンも入ってて、うん、で、感触もね、あ、感触じゃなくて食感もね、すごいカリッとしてて、中がふわっとしてて、うん、で、チーズがちょっとチーズ絡まってそう、絡まってて、すごい美味しいです、うん、ぜひ作ってみてください。はい、次回作る動画はシーフードカップラーメンを使ってカレーラーメンを作ります。そうですね、シーフードカレーラーメンですね、シーフードカメラ、はい、シーフードのカップラーメンを使ってそうカレーラーメンを作る、そう、シーフードカレーラーメンなので、そうですね、本当にもうシーフードカップラーメンをカレーラーメンにするんですよ、うん、なんか本当にイメージつきますね、作るラーメンイメージ。前もほらカレーカップラーメン使って作ったのがあったけど、うん、カレーカルボナーラはね、今回のそのシーフードカレーラーメンについて、うん、やっぱり心配なのはカレーにシーフードっていうの食べたことないから、それが心配ですね、うん、シーフードラーメンにカレーっていうのは、うん、シーフードの臭みとカレーって合うのかなっていうのが、いつもお父さんが作る料理は必ず美味しいので、うん、すごい楽しみです。それは楽しみです。ぜひ楽しみに待っててください。はい、So thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンと LIKE ボタンとベルのボタンを押して、ぜひコメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。はい、美味しかったですね、本当に美味しかった。なんて言うんだろう、本当にもう本当にもう全部バランスがちゃんと整ってて、うん、そのまた前作った天津飯よりも美味しくなって、うん、で、前の天津飯も一応概要欄に貼っておくので、それもぜひ見てください。今日の天津飯どうだった？もう本当に美味しかったです。なんかいつも他の時でまた食べたいっていう気持ちが出てくる、うん、ということで、ぜひ食べて作ってみてください。はい、では次の動画でまたね。